我々の季節が終わりましたな、うん、終わりましたね。ハロウィーンという、はい、ハロウィーンでもすごかったですね。いやなんかすごかったですね。コンテンツまみれな一日でしたね。みんながあのモンスターズメイドの曲を歌ってくれて、はい、配布したオケどころか、はい、自分でオケを作ってくれたりとかも。あでその日はなんとバイトミーも上がりましたね。俺は司の配信で10万獲得するし歌ってくれた一方でよ、うん、他のやっぱりカバーよりは、うん、あんまりやっぱ伸びてないのよ。みんなが素敵に仕上げてくれたのに、うんうん、でもこれはもうひとえにもっと我々の知名度。ああそうですね。そうオリジナルがもっと伸びないと。でもせっかく歌ってくれたのに申し訳なくて、それが、うん、俺らの力が足らねえばかりに。そうだな、せっかくそういう風に歌って応援しようってしてくれた人たちにさらにもう一回還元しないと、うんうんうん、っていうね、うん、そうだよね。悩ましいな。でもなんか去年の自分たちに教えてあげたいね。あめっちゃ歌われるよって。確かに来年のハロウィンびっくりするよって教えてあげたいね。確かに、うん、去年のいろいろ言いたいね。なんかさ今年のハロウィンってさ、なんか去年っていやもう飽きてきた世間が。マジで飽きてきたよ。だって9月のさ末ぐらいからもうすごかったじゃん。飽きてきたよ街並みがさ。結構捕まったやんトラックひっくり返したり。あーそうね、やっぱ引いちゃってるわけよ。うん、大騒ぎはしたかったが、うん、そこまでは騒ぎたくなかったみたい。教室ですげえ騒いじゃってたら、うん、物振り回したら隣のやつの目に入っちゃって、うんうん、空気冷めるやつ。あれもうやめよっかみたいな。そう俺らはさその去年 その盛り上がりを見て、うん、よし次来年こそはハロウィン曲が9月末に出そうぜ。そやなで出しました。ああもうブームは去ったよ。今からタピオカの曲作っても遅いわけよ。なるほどね。だって俺先に先にエンタージアバター作ってるじゃない。ああでそれでさ9月末にアップしたじゃないハロウィン曲として。ああけどさ世間のハロウィン色のなさな。しかもハロウィン曲ってあんま思われてなかったっていう、まあ、そうだ一部では。まあほら VTuber でアバターって言っちまったから、うん、まあ、モンスターズメイドらしい強い曲だな、うん、ハロウィンというあれではない。とらわれなかった。そうそう世間的には難しいっす。難しいなって思った。しかも世間はさハロウィンのそのエンジンかかんのがさマジで3日前ぐらいからガーってきたじゃん。だからあそれはハロウィンのやっとかなきゃみたいな、うん、ちょっとくみたいな。お酒とか禁止したじゃない、うんうん、それでもやっぱちょっと怖いんだって。あーでもあれじゃないマラソン大会一緒にゴールしようねみたいなやつじゃない。来年はいいかな。チラチラ。どういうことどういうこと。いやだから来年はいいか勉強したしてないと一緒。あチキンレースか。そうなるほどね。来年はいいかなとか言いつつも確かに身近な友達が行くってなったら。あそうそう結局行っちゃう。行こう行こうみたいな、うん、絶対ハロウィンの日って俺渋谷に行かないようにしてるのになぜか渋谷に行くっていうスキルを持ってるんですけど、はいはい、まあ今年もご多分に漏れず。私もご多分に漏れずリアリティ終わった後身寄りに泊まったから。あそっか渋谷もろ渋谷じゃん。もろ渋谷です。マークシーの上から見たらさもうすっごいの本当に人がもうムスカになっちゃった。あもう本当に人が あれこれのようだった本当に。君、ね、コンプラ恐れてんのかい。ほら今って怖いからさ何叩かれるか分かんない。最近そのアンテナが俺すごくて。あーはいはいはい。完全に毒されてるなと思うよ。まあでもそっちの方がいいっすよ。本当っすか。なんか後にやって気づくことがあると言いますと。なんかあそれ確かにあの時にしっかり自分が認識してれば腹立ったわっていうのことって俺2年後とかに知るの。あー君でもそっちの方がいいよ。本当俺逆だもん。その場で知っちゃうんでしょ。その場でブチ切れやる。あ俺とお前が、うん、足して2で割ったら、うん、ちょうどよくなる。ちょうどよくなるんですよね。なんか悪い意味じゃなくて適当にちゃんと生きてるという意味では2人一緒じゃない。自分に対して適切に生きてはいるよ、うん、足したらやばく、やばくない。だから割るっつってんじゃん。あそっか。あ足して割るのね。足して2で割るっつってんじゃん。足したらどうなるんだ。2倍ってことはその場でも切れるし、その場でも切れるし2年後掘り返してよ切れる切れる。でもやりながらさ、うん、あこれダメだったんだってちゃんと学習するじゃない。まあそうですね。で同じこと二度としない、うん、しない。ってことは俺よりも経験値絶対上なんだよ。失敗のね、そうそう常に傷の多い、うん、俺だって失敗したことに気がつかないんだ。
2年後に気づくんだもん。でもそれは2年後に成長するから、もうルフィだよ、ルフィ、ワンピースだよお前。お前ワンピースだよ。俺ワンピースなの？お前ワンピース2年後に成長してるから。どういうこと？あのワンピースって一回2年後に飛んでみんなすげえ成長してたの。あ、え、そういう漫画なのあれって？へえ。読んでないから分かんないっす。お前司に怒られるぞ。あおー、チャンネル登録よろしく。